はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は待ちに待った俺がウイスキーで一番飲んでみたかったウイスキー今までで、がこちら、ニッカウイスキーのフロムザバレル、アルコール度数 51.4 度というね、伝説的なこの真四角のボトルね、これですよ。値段が1750円ぐらい高かったです。で、容量がこれ 500ml なんですね。少ないですね。アルコール度数が 51%、 51.4% ね。原材料がモルトとグレーン、製造者ニッカウイスキー株式会社。このシンプルなこのね、この瓶ね、高かったですが、高かったですが、ぜひ飲んでみたかった一品をとうとう今日買ってきてしまった。ではいただきたいと思います。いやー、かっこいいねこの瓶がね。この瓶がすごい。この超シンプルなこの瓶、かっこいい。いやー、かっこいい。ニッカウイスキーね。甘い、香りが甘い。乾杯。おお、もうとにかく香りが強いね。なんか、すごい。こう口に含んだ瞬間、ピュンって跳ねて、一回収まってから、またビヨーって膨らんでくるんですよ。あれ？口に含んで、すぐ収まるんですよ、味が。で、あれ？終わりかな？と思ったら、ビヨーンって香りがブフォーって出てきて。でも50度か。まあ、アルコール度数50度ありますからね。51度。ああ。いやー、これがフロムザバレルか。この一回ああ、でもやっぱ喉に来るね。だいぶね、喉にドカーッと来るね。のほーって来る。飲み終えて、しばらくしてドホーってくるんですよ。これ。ああ。甘い香りと、こう、なんだ。
やっぱ全体的に甘いですね、香りが。ものすごく。甘いんだけど、でも、ブラックニッカ8年のようなスモーキーフレーバーは、あまり感じられない。ですね。個人的にブラックニッカ8年の方が美味しいかなとは思います。まあ、って感じですかね。ああ、なるほど。まあでも、あ、まあ美味しいは美味しいですけどね。全然。美味しいんですが、8年の方が美味しいかな。まあ、若干スモーキーな味もあるんですけど、8年の方がやっぱ、あれかな、あるかな。とにかくこの鼻をつく香りと、喉をこの焼き尽くすような、この、なんだ、燃えるようなこの、ね、アルコールのこう、ブワーっというのが、ものすごいですね。これは。とにかく。ああ。まあでも、竹鶴12年よかいいでしょう。全然。個人的に最近買ったウイスキーで残念だったのはやっぱり竹鶴12年だな。あれは12年熟成させといたあの味ですからね。びっくりするほどライトな味。で、もうなんか、はぁって。ブラックニック8年の上位色かな、上位バージョンかなと思ったら全然、もうゴミみたいなもんで。ねえ。はぁなんですけどって。え？ブラックニックは2年ぐらいじゃねっていうぐらいのレベルだったんで。ひどかったですね。まあ、それに比べると全然うまいなと思うんですが、ただちょっとこれはものすごいんで、これこれストレートはきつい、ロックもきついかな、ロックにしてもきつい。トワイスアッパーあたりか水割りかなんかで飲んだ方がいい気がする。正直。これはきつい。喉がもう、焼ける。ねえ、50度といえばまあ、この、富士山麓なんですけど、これも5、これ50度ですけどね。これよりは高いですから。まあ、富士山麓もね、確かにきつかったけども、それよか全然きつい気がするね。正直ね。
がするねっていうか、全然きついね。どぎつい。もうどぎついわ。フロムザバレル。どぎつい。富士山のこの3倍ぐらいきつい。なんだこれ。すっげえ飲みやすい。富士山6。これ50度もあんのって。なんかすっげえなんか、フロムザバレルは本当に、喉焼き尽くしてくるね。フロムザ、バレルと。重厚な味わいとコク、豊かに広がる香り。広がりすぎだろ。熟成されたモルトウイスキーとグレームウイスキーはブレンドナットを再貯蔵されることで、異なるウイスキー同士が深く馴染み合います。フロムザバレルは再貯蔵の後、割り水せずにそのままボトルに詰められた。アルコール度数 51% の個性豊かなウイスキー。かぁ。これはハイボールとかで飲んだ方がいいわ。あまりにもちょっと、どぎつすぎるわ、これ。同じ50度でこんな違うの？富士山麓のあれが、子供レベルだね。これ。すげえな。いや、これはどぎつい。とにかくどぎつい。フロムザバレルは。本当に、トワイスアップが一番ベストなんじゃないか、これ。食堂がすげえよ。マジで。本気で。恐ろしいぞ。恐ろしいな、これ。恐ろしいウイスキーだ、これは。今まで飲んで。もうね、喉が焼けるんですよ。最初ね、
口に含んですっげえおとなしいなと思うんだよ。ね。でもね、喉を通り過ぎてからしばらく経ってブワーンとくるんだよ。マジで。これが。で、鼻も、にも、ドギャーンってくるんだよ。でも、個人的にスモーキーフレーバー的には、やっぱり一番8年がうまいかなと思うんだよ。ちょっと、あれが違うのかな？方向性がちょっと違うのかわかんないけど。香りは甘い。もう、とにかく香りがちょっとやばい。甘い。喉口の中に入れた時の香りもブヤーンとすごい。うん。うん。ああ、それか。夜市とか宮崎郷もちょっと飲んでみたいですね。シングルモルトね。俺、未だにシングルモルトって俺飲んだことないんじゃない？値段的にこれと、俺と同じぐらいですからね。これが安いか。1500円ぐらいか。夜市とか宮崎郷。宮城郷か。ね。よいち。シングルモルトっていうのが、未だにちょっと飲んだことない。宮城郷。シングルモルトは多分飲んだことないんじゃなかったか。オールモルトとかなら飲んだことあるけどね。これと全く別でしょ。宮城郷と余市。まあ、有名なのは余市かな。飲んでみたいですね。余市ね。今度買ってこようか。ね。うん。シングルモルト。っていうのが、どういう味なのかっていうのが。シングルモルトってのがわかんないですけど。シングルモルトでググりましょうか。ね。シングルモルトって何？うん。シングルというのは一つという意味ですが、一つの蒸留所という意味が込められていますと。つまり、麦芽原料を使用して仕込み発酵させて、一つの蒸留所で蒸留させた原酒だけをブレンド。うん。シングルモルトウイスキーは蒸留所がある土地が生んだ、育んだ地酒のようなウイスキーなんですよ。と。もうそう言われてもよくわかんないんだけど、正直。正直言って。ね。うん。ということです。まあ、よくわかんないけど、なんか、すごいらしいですよ。うん。
あ、でもやっぱ濃いね。味が。富士山麓と比べると濃いな。ああ。もう味が濃い。とにかく。でもって甘い。かなり甘い。かなり甘いですね。よし。こんな感じでちょっと評価を書きますか。甘い。もうこれは突筆することはもう、香りとコクと甘みの全部でしょ。もはや。これは、五つ星間違いなし。これを五つ星にせんで、もう何を五つ星にするんだと。ウイスキーで。ね。コクと香りが五つ星。で、甘みが四つ星。かな。そしておすすめのが五つ星。もうとにかく。まあ甘みに関してはまあ、これ以上の甘みのやつもあるとは思うんだけど、コクと香りに関してはもう、もうこれ以上ないでしょ。ウイスキーで。もうこれはおすすめ。ですね。ただ喉にドカッとくるのと、鼻にもドカッとくるのが、ツーンとくるのが。ま、このウイスキーの個性と考えるのが妥当でしょうかね。そしてこのもうものすごい、こう一回収まった後にドカッとくるような、口の中に入れてから、一回収まってからの爆発するパターン。これなかなかないですね。最初口当たりが非常にまろやかで、あ、飲みやすいと思ったら最後爆発してきますからね。これはなかなかすごい。ということで、五つ星、ご視聴ありがとうございました。